島に来てから数日間、僕はみだらな夢を見るようになった。しかも相手はここで出会った女性ばかりだ。疲労かな。いろいろあったしな。音信不通であった父の死、そして腹違いの妹の存在。手紙にはそう書いてあった。僕は家族のことが知りたくなり、ここに来た。早すぎたかな。こんにちは。何かお探しですか？人と待ち合わせをしていまして。そうですか。この島にはあまり人が来ないもので、つい。お気遣いありがとうございます。綺麗な人だ。久賀雅也さんですね。あ、はい。遠いところをお呼び立てして失礼いたしました。あ、いや、あなたが僕に手紙を。はい、宮倉吉野でございます。初対面にもかかわらず、アスカは僕を兄として迎えてくれた。父がこの島の当主であり、唯一の医者であったことを教えてもらった。そして僕に全てを引き継いでほしいという遺言を残していた。一体僕はどうすれば。この変態。え？変態。ちょっと落ち着いてよ。ジロジロ見ていただろ、このスケベ。誤解だよ。絵になるような波乗りに見とれていたんだ。どうだか。早く体を拭かないと風邪ひくよ。このくらい平気だよ。ダメだよ、体は大事にしないと。医者みたいなこと言うなよ。医者だから見過ごせないよ。わかったよ。それじゃ体を大事にね。変なやつ。甘い匂い。今夜は誰が。えっ、言った。ダメだね、全然良くないよ。初めてなんだからしょうがないだろう。じゃあ僕の言う通りにして。なあ、もうできないのか。え？中に出してもらわないと困る事情があるんだよ。